はい、皆さんこんにちは、モロトクです。今回プレイするのはベースメントというゲームになります。これね、以前やったことあるんですけども、まあドラッグを作って売りさばいて、自分のギャングチームを増やしていって、敵ギャングをね制圧していって、最終的にね街全部を支配するっていうね野望があるゲームですね。ストラテジーゲームです。早速やっていきましょう。ニューゲームです。はい、ということで、ここが最初の私たちの拠点ですね。まだ誰もノーギャングですね。ゼロ人です。ここから増やしていきたいと思います。現金だけ1420ドルありますね。ここにあります。見えますか？グリーンがあります。まあ、ちなみにね、英語で現金のことグリーンとか言ったりするんですけどね。はい、これですね。隣は？これはギャングいないですね。ただ誰かいるって感じですね。左隣、最悪ですね。我々のね、左隣には、レッドギャングがいます。そして一番右の端っこに、グリーンギャングがいますね。私たちはイエローギャングといったところでしょうか。はい、ということで、お金だけある倉庫があるんで、ちょっともっとね、改築というか部屋を増やしていきましょう。増築ですね。うん、よいしょよいしょと、こんな感じかな。で、一番奥に、これね、発電ジェネレーター、電気を使うんで、いろいろね、これを置きます。あとはスタッフをやっぱ雇わなきゃいけないんで、ロッカールームかな、これかな？ね。これで最大二人雇えます。どんどんこうやってね、お金もね、減ってくんですよ。ちなみにね、時間がどんどん、経ってってます。もう二日目ですね。いろいろやんなきゃ。で、ここに最初のね、グリーン製造所ですね。まあ、おそらくマリファナみたいなもんでしょうか。ここね、薬物ね、このゲームいっぱいあって、グリーンっていうのと、パープルっていうのと、レッドっていうのと、ブルーかな。おそらくね、こっち行けば行くほどね、高い薬物になるんだと思います。効き目もすごい、みたいなね、感じだと思うんですけど、わかんないです。まあ、まずは多分一番最初のね、グリーンをちょっと、栽培しましょうか。人雇わなきゃ何もできないんで、あとはカウンターをちょっとね、売りさばくためのカウンターね、売買するためのカウンタールームを作っといて、人を雇いましょうか。それぞれのね、キャラクターには特性があって、また名前もね、それぞれランダムなんですけども、まあ時給もね、若干異なればって、今ね、異なってないですけどね、多分ね、強いやつはね、時給高くなると思うんですよ。1日あたり30ドルっていう、こう見方なんですけど、例えばこのギャリーの得意とするのは、この服見てわかる通り、薬物製造が得意なんですよ。プロとね、多分ね、プロダクティビティっていう、生産っていう、生産性みたいな意味で、プロットだと思うんですけど、これがね、1日あたり 0.9。ね、ほんとね、もっとすごいやつは1とかになってるんだけど、まぁ、ちょっと、今回は、ギャリーにしとくか。ね、これで、麻薬生産ができます。よいしょ。まず、ひとまずこれ作って、あとはね、在庫部屋だ。これいろいろね、準備しなきゃいけないですね。これ現金の、置いとく部屋でしょ。これは在庫。ね、棚ね。よし。これで、あれ、ギャリーどこ行った？ギャリー。気のせいかな。じゃあ、マーガレット1だからマーガレットでしょ。よいしょ。お、マーガレット来た。あれ、ギャリーま、いいや。いないのね。うん。マーガレットは1だから、さっきのギャリーよりいいですね。よしよし。お金は485ドルか。ちょっと、少ないね。チームとしてはね。4万円ぐらいしかないってことだもんね。4、5万か。さあ、こんな感じでじわじわやってって、薬物置きますね。で、定期的にね、お客さんが来るんですよ。ただし、我々も、その、売買するバイヤーをね、雇わないとお客さんは来ないんで、雇いますか。スタミナがね、強いやつを雇うっていうのが、まあ、一般的なやり方だと思いますね。ロッドに行きますか。ロッドにお願いします。はい。これで、お客さんがもう早速着いたね。で、次のお客さん待ってるね。商売繁盛みたいな感じだね。これでどんどん渡すと。基本的にそうすると、麻薬を置いてる在庫の場所と、この売買する場所っていうのは近い方がいいね。ここを行き来するからね、ロッドには。
で、マーガレットだっけ？マーガレットはここで栽培してここに置くっていう動きだよね。で、この人たちともね、共にこうやって働けば働くほど、ちょっとこれ見えると思うんですけど、だんだんね、疲れてくるんですよ。これ今ね、普通の顔みたいな感じね。アラームが鳴るんで疲れてきたら、休む場所っていうのもちょっと作ってあげなきゃいけないんで、休憩所をサクッとね、まあ、いくつかなんかいっぱいあるみたいなんだけど、病院とかね。うん。これだね、一般的な、ブレイクルーム、休憩所置いときます。そうすれば誰かがね、疲れた時にマーガレットでも、ロートニーでも、疲れたらここでほう、スパスパスパッと。これで体力回復していくと。いう感じで、次の仕事がね、効率的にはかどるよと。で、ドラッグを買ったお客さんっていうのはこういう感じで、ぷかぷかぷかっとね、気持ちよくなっていると。多分同じしのぎをね、このレッドチームもやってるし、このグリーンチーム、ギャングもやってるんですよ。で、これだけね、充実させていけばいいんかいと。ね、お客さんからお金をもらって、それでね、どん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 、まあ、いわゆるこう、施設を充実させればいいのかっていうとそうじゃなくて、それ以外にも戦略っていうのがあってですね、隣のね、ビルとかね、またその隣のビル、襲撃しやすいところをね、ちょっと襲撃して、要はギャングたちの抗争、ギャングもしくは一般の人とのね、まあ、戦い、これによってそのビルをね、支配する、逆に取られると言ったようなね、駆け引きが、このゲーム面白いんですね。まあ、今回そこまでいけるのかっていうのはちょっとわからないんですけど、頑張っていきたいなと思います。前回結構ね、いい感じのところまで行ったんですよ。なかなか面白い感じにはなったかなと思っていて。まあ、今回は、このね、前回叶わなかった街全部支配したいですね。ビルこれでかいよ、これちなみにこれ。ほら、このビルになるとオフィスって書いてあるけど、このビルになると一般のね、サラリーマンみたいな従業員がいるんだけども、あとね、警察官、これ警備員かな？うん。特殊部隊みたいなね。部隊みたいのがいますね。うん。うん、ガード。普通のガードじゃなさそうだね。うん、さあ、なんか、警察がコンタクトしてきたぞ。なになに？あれ？俺はグリーン。これ麻薬だよね。最初のグリーンの麻薬10個が欲しいんだと。2日後に。それで、1000ドルもらえんだ。ちょっとやってみようか。できるかな。ちょっと頑張って作って受けてみましょうか。よし、ノープロブレムと。二日後な、オッケーと。ちょっと待って。そしたらば、いろいろ考えよう。二日後でしょ。これはやめようよ。これちょっと。セルしないで、在庫を貯めるに行こう。で、一旦彼、多分ちょっと解雇して、部屋作って、ここで、あれやろうよ。もう一個作る。どうかな。それで、もう一人雇う。そうすれば二人で、ちょっと生産性悪いけど、ね。キンバリーを雇って、二人でがっつり貯めればいけない。ああ、ダメかな。あと一日って書いてある。厳しそう。頑張ろう。ちょっと早送りしてみようか。結構一日早いか。全然ダメかも。これダメだったらどうなっちゃうんだろう。4つ、5。あと19時間、18時間とかって感じ。いけそう。6、7。よしよし、頑張れ頑張れ、頑張れ。いけんじゃないこれ。9、8、7。ダメかな。6、5、ああ、微妙、ダメかも。2、1、0、おいしょ、ギリギリ。ああ、ダメだった。やばい。なんだよ、と。次襲撃するからな、失敗したらって言われちゃった。厳しいね。そういうこと。まあいいや、ちょっと、売りさばこうか。次襲撃するって怖いね。幸先不安なんですけど。これで、あとロッカールーム作って、そうしないと、もしくは、これアップグレードするっていうのもできるのか。アップグレードはどんぐらいお金かかるの ?120。これちょっとアップグレードしてみるか。だけど雇えないんじゃない？そうだよね。
厳しいな、これ。はい。ということでね、最初から積んじゃったんで、もう一回改めてね、新たな気持ちでやっていきたいと思います。ちょっと序盤サクサクでいきましょう。このゲームね、ハードですね、かなり。ハードモードのストラテジーゲームって感じが今しました。よし、頑張るぞ。効率よくやろう。ロッカールーム作って、これディグして、ここに、在庫庫か、さっきみたいにね。で、ショップ置いて、下手な、あれはやめよう。ね、ディールはやめよう。取引は、最初はね。ちょっと学びましたね。で、ここでグリーン製造だよね。グリーン製造。からの、いい人、人材をゲットして、最初ちょっと在庫貯めて、ね。在庫貯めて、ある時期から売り出すっていう発想かな。もしくはもっとガンガン売るならば、もう一人やっとってブーストしていくかだよね。まだいいかな。よし、二つ在庫溜まったんで、ディーラーをちょっとね、スタミナのあるディーラー、ジョシュをゲットしておきましょう。さあ、これで早速人が入りましたかな？まだ入ってないかな？一つ持ってきた。あ、来たね。よし。これでこのいい感じのサイクルになるんじゃないかな。ああ、そうかそうか。あと休憩所か。休憩所を作りましょう。そんな頻繁に休憩しないから多分地下でいいんだと思うんだ。あとね、現金ね、盗まれる可能性があるからね。あの襲撃で一気にね、ガッと持ってかれる可能性があるから、今後、お金は下に置いときたいんだけど。そうすると、多分この助手がお金もらって、このお金を、ここに持ってくんだよね。まあいい。あ、違う、持ってかないんだ。現金は自動的に増えていく感じだね。ってことは、なおさら下の方がいいね。うん。よし。あとは周りを見ていきましょう。左がないね。左がないから、こっちかからのね、襲撃だけだね。うわ、ここいいじゃん。二人しかいないじゃん。ストアだ。ドラッグが、いっぱいもりもりあるよ、これ。これ、早々に襲撃したいな。次のバンク、銀行はきついね。ただ、お金がいっぱいある。うわ、これは魅力的。でも従業員多すぎだね。あとは投資会社だね、これは。投資会社。なんかジェネレーターがいっぱいある。拠点にいいかも。で、これもいいね、なかなか。ドラッグス。薬屋。レッドギャングね。そういう感じね。ここはグリーンか。やばいぞ。さあ、行きますぞ。どんどん行きますぞ。さあ、売って売って、お金を貯めて、休憩して、お客さんが来るか。やっぱり在庫は貯めて、どん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 取っておきたいな。だから、もう一個作る？ちょっと増設増設でいく？それとも効率上げていくっていう考え方もあるのかな？ありそうだな。まあでも基本増設かな。よし、ロッカールーム。の方が良さそうだな。ロッカールームの方がいいね。アップグレードでさっき一人しかね、125ドルで増えなかったんだけども、新規でスペース使うけど、二人雇えて125だから、こっちのが序盤は良さそうだね。よし。これでもう一人雇ってみる？そうすると在庫増えてくんじゃない？ねえ。あれ？休憩。あ、しまった。休憩ルーム作っちゃった。これは、これダメだね。これダメ。半額だけでしょうがない。ロッカールームだね。ロッカールーム。うん。これだね。よし。で、一人雇うか。どうだろうな。ここら辺が難しいんだよな。よし。効率はいいね。プロダクティビティは。よし。これで二人。多分彼が相当疲れるはずだから、銀行のこれを本当は下持ってった方がいいんだよね。で、セルルームをね、なんていうのこれは。グリーンルームっていうの。グリーンルームをもう一個置いてあげると、二人がね、売買できることになるもんね。よし。ちょっとそれ目指してみるかな。序盤は。あとね、一日の終わりかね、そんなタイミングでね、人件費払うんですよ。
要は3人いるからね、1日90ドル吹っ飛ぶんだよね。90ドル以上稼いでいかないと赤字なんだよね。だからそこもちゃんと見極めとかないと本当危ないんだよね。だから1日終わる24時間、24時頃ちょっと見て、その金額で余ったらば、ちょっといろいろやろうかな。お金多分引かれたよね。お？なんだろう。まあなんか変なやからが来ましたね。パープルくれと、3日以内。3日後だね。持ってないよね、パープルは。パープルはちょっとグレード高いね。よしよし。こういうね、部屋なんかもね、アップグレードできるから面白いんですよね。ひょっとしたらここの部屋をアップグレードした方が、なんかいいのかも。プロダクティビティがプラス4で、生産性が向上するね、ラックオークと。マインドコントロールデバイス。何何？よくわかんない。まあ、これあるとでも、ジャンキーが増えるのかな、もう一人。やだ。お客さんが増えるってことかな。エアコンディショナー。それがあると、まあ、プロダクティビティも増えるし、で、まあ、いいことづくみだね。スタミナもね、十分確保できるよって書いてある。あ、これはちょっとパワーがね、電力が足りないからダメだね。ラージショーケースは。そうか、そうか。これやれると本当は、これよりかも、これやれるとスタミナもマイナスだから、これ頑張ろう。よし。これで彼の働きっぷりがどんどん良くなるんじゃないかな。あとね、人はね、装備も持ってます。なんかね、武器とか拾えばね、それをこうゲットできるんですね。それを使うことができます。こう、襲撃の時とかね、防御にも、良かったりしますね。さあ、武器は何もまだ持ってないんだよね、アイテムね。うん。じわじわ行きましょう。はい。ということで、今回は一旦ここまでにしたいと思います。どうでしょうかね？面白そうですよね。続きが見たいという方いらっしゃったら、ぜひいいねお願いいたします。またね、チャンネル登録もお願いいたします。そしてね、普段はツイッターで発信してますので、ぜひフォローしてください。それでは。